ネルです。イエス。デブキャンです。俺たちミッドナイトゴーズです。検証。アイドルオタクなら初めて見るアイドルでもメンバーから分かる説。おお。ダメですよ。こんな画像まで作ってくれたからね。読み上げは。初めてカンペみたいなのが出たから読みましたけども。我々ハロオタは色に結構厳しいというか、敏感というかね。他のアイドルにはやっぱりメンバーカラーっていうのがあるらしくてですね。はい、このアイドルのこのメンバー何色っていうのを当てれるんじゃないかと。うんうんうん、やっぱりその色が出るわけですね。確かにね。オーラとかがね、そうあるからね。メンバーによっておのおの出てるオーラから何色かっていうのを当てようじゃないかっていう話。まあね、そのなんかやっぱ役割みたいなのありますからね。赤はやっぱエースみたいな、そういうのあったりしますから。キャピキャピならピンクとかね。そうそうそう。そういうのがもし見つかるんだったらわかるじゃん。そう。っていうのラーメンさんがちょっとやってきてくれたんで、ちょっと知らない。これアイドルの勉強にもなるし、これ当たったらすごいぜ。そうだ、でもそのメンバーがすごいってことよ。確かに。我々当てていきたいと思います。それではイッツテイスティングタイム。一つ目のグループいきますよ。はい、ユーフォリアです。あー、ユーフォリア。えユーフォリア知らないの？あのラウンドワンで同じのユーフォリアですよ。見ればわかるかもしれない。え、お前思い出のグループじゃん。ユーフォリアは。ユーフォリアです。ユーフォリア何曲か知ってるって。本当に？まあでもラウンド1行ってる順がこう、こうこうですけど、傾きがすごい。私ゼロです、現在4人のメンバーです、ね、あ、今4人なんだ。詳しいな。これもう何もヒント出していく。プッチ情報1個あるんだけど、はい、この丸さんの方、はい、歌おりさん、そう、歌おりさんはウィキペディアなんだけどハロータです。へー、じゃあ仲間か。いつかこっちに来るかもしれない、ね、ここにここに歌おりさんですって言ったら出てくる。何のヒントでもない。プチ情報プチ情報だから別にヒントとは言ってないから。いきます。じゃあ見ていきます。ユーフォリア桜色の旅立ち見ます。せーの。これさぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、むずっ。これわかんの？これをずっと見て色がわかるかって。これわかんのかな？なんかわかるかなとか思ったんだけどね、最初ちょっと。全然わかんねえわ。わかるわけないなっていう今感じです。さあ、終わりました、ユーフォリア。合ってるのかな？発表していきましょう。はい。いきます。せーの。ウサキさんがパープル。カイドウさんがレッド。ウタオリさんがイエロー。アオイさんが深緑。全然違うな、これ。1番から。青、紫、ピンク、緑。黄色、紫、赤、青。俺そう、ピンクいないなと思ったの。なんかオーラが。あー、まあね。どっちかっていうとなんか、わかる。このミュージックビデオかもしんないけど、ちょっと音、かっこいい系。確かにな。じゃあ、いきますよ。はい。はい。ウサキさん。黄色です。イエーイ！ってことは俺もう絶対じゃあ歌おるさん黄色じゃねえわ。カイドウさん緑です。あーあー。もうこの時点終わりました。歌おりさん赤です。よし。まあこの系統ね。これは分かってる。青井さんが青です。はい。すごい、めっちゃ合ってんじゃん俺。マジ？ここだけ4の3。マジすごい。すごい。やば。え、すごい、それ俺真のオタクじゃん。色オタ、ね、色オタ。いやでも使ってる色はあながち間違ってもなかったな。紫いかなかっただけだ。そう緑でもみんな紫入れてる。さらに、あの一人卒業しちゃった人は紫です、はい。グループ全体の色としてはそこまで間違ってないな。取られてるな。使ってる色合ってますね。これ結構すごいじゃない。これすごいじゃない。個人個人は当てられなかったけど、グループとしての全体の色やっぱ見えましたね。どうなんすかこれ、すご割とすごい気がするけどな。割とのグループに使われている色がここまで当てるのはすごいんですね。あ、すごいな。俺は普通にすごい4の3だ。お前は4の3だと思う。4の3はすごいよ。すごいよ。初見4の3だべ、うん、やばいよこれ。すごいマジですごい。だって色全くなかったもんな、あのミュージックビデオは。でも俺はちゃんとこう悩んで、俺これ最初黄色と青ここ逆だったからね。で当てたんだ。で、いや違うなと思って変えた。すごい、ファーストインプレッション覆した。そう、これはすごい感じだね。オーラ、これはすごい。オーラでいったわ。2つのグループ目いきますよ。はい、来い。何何来いって、何を待ってんの。超ときめきでしょうね。でしょうね。出ました、出ました。超詳しいな。でしょうね。これもラウンド1のね。これは来ると思ってました。これは来ます。シェイプアップ、シェイプアップですよ。サッカーリッキーシェイプアップですよ。
不安、おちょっと有利だなお前ら、俺知らないぞ。ここだよ。プラスは体重リンゴ3個分だよ。詳しいな、ちょっとフェアじゃないぞ。でも知らないな、色は知らない、その曲しか知らない。マジでこれマジ全部完投したら B ヨドから全額もらえます。お前じゃねえんだ。何の全額？お前じゃねえんだ。何全額？貯金がね。え、お前じゃあお前の方がいいんだけど。いや本当だよ本当だよ。うん、酒井さんだな俺は。俺小泉さん。酒井さんいくつ？1個下。よしよしじゃねえ。よし、やめろよし。神奈川県出身。よし、神奈川の1個下。うん、あ、もう俺には何も言えないだろう。神奈川の1個上ですから。何を今から見ていただくのは、はい、よし、渋谷津田屋前で待ち合わせでという曲です。地下鉄の名前っぽいな。素晴らしいね。特選っぽい。渋谷津田屋っていう感じだね。行きましょう。じゃあ超ときめき宣伝部聞いていきましょう。よろしくお願いします。思ったより伸びのある子ですね。じゃあ突然はスターダストプロモーション、つまりモモクロのとか、あのエビ中とかの系列だから、やつら歌うまいですよ。実力はあるんですよ。もう今一フレーズ目で分かったな。そう、これでいこうかな。ガチでむずいわ。可愛いわ普通に。しかもいいね。特選いい、特選いいな。リーダーは辻野さんです。4番辻野さんか。リーダーか。嘘でしょ。むずいな。リーダーってなったら自信なくなってきちゃった。リーダーだったらきついか。一個上ですね。一個上のリーダーね。一個上のリーダーでこの色の系統はなかなか見たことないぞ俺は。難しいな、ちょっとそれは。俺も今思って。いやでもまあワンチャンある、ワンチャンある。いきます。1番黄色、2番赤、3番緑、4番ピンク、5番オレンジ、6番水色。赤、黄色、紫、青、緑、ピンク。緑、黄色、赤、水色、紫、ピンク。かぶりある。6のピンクが一緒ですね。使ってる色自体はまあそこまで。俺紫じゃなくて緑なんだな。まあ、ターコイズ。オレンジが入ってるお前は。あ、オレンジか。そう。1番、吉川さんが。はい。緑です。すごいな、お前。お前すごいな。占い師みたいな、そういう仕事だろうから。今、酒井さん。はい。赤です。よし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 、イメージ通りだ。だよな、強いと思った。これはイメージ通りだ。強かったんだよ。赤です。よし、まあまあまあ、赤っぽかったもんな。強かったんだよ。結構序盤にかかるかった、それ。まあ、酒井さんだけは赤で確定させた、早め。すごい。3番、押田さん。これ違う。俺もグリーンだから違うぞ、これは。黄色です。いや、逆、ここ。あ、違う、全然違う。じゃあ4番、辻野さん。はい。リーダーですね。リーダーはちょっとむずいかなと思ってね。青です。よー、すごい、明日ね。よー、惜しい。よーし。負けたね。よーし。アンさん。アン。紫。おアンパーポンか。やば。紫か。なんでだよ、なんで当たんだよ。いや、これピンクあるよ、じゃあ6番。あるね。あるな。6番、小泉さん。はい。ピンク。すごい。すげえ。すごい。お前すごいな。すごっ。半分緑、黄色、半分合って、紫、ピンク、ここが水色も、しかも使ってる色は当ててね。そう、水色もまあ青みたいな。まあちょっとこれは微妙だけど。4番何だった？青。じゃあお前ほぼブルーです。ほぼ合ってる。ここ逆でしょ。ここは逆なんだけど。お前使ってる色全部合ってんじゃん。俺スピリチュアルあるな。そういうなんか見えてるな。見えてるよ、すごく。すごい。突然可愛かったね。すごい。こんな当たる？だってユーフォリアも俺4の3で当ててるよ。すごいすごいすごい。俺率やばいよ今日。見えてるお前。やばいよ。ちょっと怖いわ。6割だよ。6割近寄らないようにしてくれ。10の6。だからこの前出したメンバーカラーのとこ多分合ってるよあれ。え、マジで？あれ合ってたぶん。あれゴールドパープルよ。あれゴールドパープル入ってる。いや、ゴールドパープル当てられたの悔しいわ。ゴールドパープル当たってねえって絶対。ということで今回ときめき宣伝部とユーフォリアの色を当ててきました。はい、ちょっと雄大の意外な才能が。そうだな。我々もあげるも私もそうしてなんて色の大きい間違いはなかったというか。そう。まあなんだろう、まあ、使われるだろうなって色は使ってるからあれなんだけども。大まかには捉えられてましたね。
最初のユーフォリアなんて4つしかないからさ、うん、どれ選ぶかってなるときに、うん、紫入ってたもんね。そうあれ普通入れないもんね、4つだったら。紫入れないよな普通。4つは、ね、紫入れないけど入れたりとか ね。こっちも使ってるようになんとなく似てたりとか、うん、ハローターだから、まあ、色にはね、なんとなくな、なんとなく感じることができた。アイドル界で一番こう色のさ細かいあれがあるのはハロープロだもんな多分。そこのハローオタクやってますから我々なんか今アイドルやろうと思ってメンバーから決めらんないよってアイドルがいたら我々にねちょっと聞いていただければあなたの色はこれって言えるんだよ。でもダメだよ、ゴールドパープルとか変な色があるからふざけてもいいよってアイドルがいたらね我々に連絡してくれればいつもカラー決めさせていただきたいと思います雄大がものすごい才能があるんでね、はい、すごいな、任せてくださいよ。当たってるもんな、うん、その子に合うメンバーカラーをねどんどん当てていきたいと思います。はい、それではバイチュー。